じゃあね、今度は低血糖の治し方ね。と、低血糖の血をやっぱり感知するのは、肝脳のやっぱり視床下部で、今度は、交感神経を介して、膵臓のランゲルハンス島の、今度はね、A 細胞。情報を伝えるのね。で、やっぱりね、低血糖による刺激は膵臓のランゲルハンスと A 細胞で直接に感知されることも知られてます。で、この前はね、こっからインスリンが出たけど、今回はグルカゴンっていうホルモンが A 細胞から分泌されます。グルカゴンの主な働きはグリコーゲンの分解です。タンスの中にきれいにしまっておいた洋服を全部ぐちゃぐちゃに外に出すようなもんで、グリコーゲン、ね、せっかくグルコースをいっぱいつなげて作ったグリコーゲンをバーンってバラバラにしてしまう。これがグリコーゲン分解。で、血中にグルコースをたくさん流すと。グルカゴンってなんか怪獣みたいでしょ？ね、宇宙恐竜グルカゴン。ね、宇宙恐竜グルカゴン。ボガーン、ボガーンってグリコーゲン分解ね、そのイメージ、ね、どんなイメージだってね、グルカゴンね、グルカゴーン、ボガーンね、グリコーゲン分解、バラ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 ね、これ一個一個がグルコースだからね、ね、グリコーゲンをバラバラにしてグルコースにして血中に流すっていう、ね、宇宙恐竜グルカゴンね、よろしくね。よく見てみ、これ A になってっからもうね、グルカゴーン、ね、はい、ね、これだけで終わりなんじゃなくて、実はね、まだ経路があって、交感神経は副腎っていう場所の髄質ってところも、ところにも情報を伝えるのね。副腎、髄質、副腎のこう、なんていうのかな、奥の方って意味ね、髄ってね、奥の方、こうおまんじゅうのあんこの部分、副腎っていうおまんじゅうのあんこの部分、副腎髄質にも命令を伝えて、副腎髄質から、もしかしたらね、聞いたことがあるかもしれない、出るホルモンが、アドレナリン。で、アドレナリンも、主な働きは、グリコーゲン分解、ね、グリコーゲンを分解しなさい、ね、グリコーゲンを分解しなさいっていう命令を
出す。アドレナリン。ね、アドレナリン。OK？ で、これだけで終わりではなくて、さらに経路があって、これ、チロキシンのところ、もうね、もう一回だけこれ、終わったら見てほしいんだけど、チロキシンの経路とすごく似ていて、官能の視床下部が、放出ホルモンっていうホルモンで、脳下垂体の全容に働きかけるのね。で、脳下垂体の全容は副腎、皮質、刺激、ホルモンっていうホルモンを出して副腎皮質に情報を伝えるのね。副腎皮質っていうのは副腎帝王まんじゅうの皮の部分ね。で、副腎皮質から出るホルモンは糖質、コルチ、コイドっていうホルモンで、これ何するかっていうと、こいつの主な働きは核質の糖化って言って、タンパク質からグルコースを作るね、そんな働きなんですよ。この糖っていうのは、タンパク質からグルコースを作ってしまうね、体中のタンパク質を使ってグルコースを作り出す。それがタンパク質の糖化って言って、糖質コルチコイドの命令で促進される反応です。こんな風にね、すごくたくさん経路があるよね。やっぱりね、低血糖ってそれだけ、こんだけの経路を準備しなきゃいけないぐらい、それだけ危険なことなんだよね、低血糖って。それは、糖ってものすごく大切なエネルギー源だから、それが足りなくなるってもう致命的なんだよね。で、何としてもね、様々な経路で何としても深刻な低血糖状態を防がなきゃいけないね。まあ、生き物の歴史はね、ずっと長い飢餓の歴史だったね、飢えと戦う歴史だった。だからこんだけのしっかりとした仕組みがね、システムがね、出来上がったんだろうね、進化の過程でね。これね、交感神経だよこれ。テスト出やすいよ、交感神経。やっぱりね、まあ、低血糖状態ってことは、飯を食う前、空腹時だよね。空腹時、低血糖。で、お腹が空くとイライラ。闘争状態。ね、イライラを司る神経。交感神経って連想しようね。あとはね、宇宙恐竜グルカゴンもよろしくね。ね、ちょっとね、仕組みね、どれだけね、覚えるのが大変だけど、一気に全部覚えようとしないで、一つ一つの経路、ね、一つ一つ見ていけば、自分でこれを描けるようになりますからね、そうすればね、完璧ね、マスターできますんで、しっかり低血糖状態、ね、どうやって治すのかなっていう調節方法も、しっかり、理解してください。